雅子さまが和服を頻繁に着用するようになったことは、新しい時代の皇室の始まりを象徴しています。これは令和流の皇室が新たな一歩を踏み出す象徴であり、雅子さまの進歩を感じさせます。雅子さまが選ぶ和服は控えめな装いで、不況の影響を受けた職人たちにとって励みになっています。これからも両陛下の和のおもてなしは私たちに明るい話題を提供し続けるでしょう。